い、チーチューバーマシャペイです。今回は自家製麺まさきさんです。大人気の限定が出た時のものですよ。JR 東中上駅徒歩2分のところにあります。今回は去年食べた限定の中でめっちゃ好きな限定です。11月の限定でした。いつも遅い投稿ですいません。まさきさんの限定は2週間ぐらいありますね。その日限りではないのですが、食べに行けるチャンスはあります。朝早くから並びがあって、昼には売り切れる可能性もありますよ。食券は先頭から7番目になったら購入しましょう。大盛りは食券3枚まで対応可能です。買ったら列に戻って待ちます。少なめの方は食券を渡すときに伝えましょう。営業時間はご覧の通りになっています。定休日は月曜第2、第4、日曜日です。メニューはラーメン、汁なし、選べる麺があります。トッピングはご覧の通りになっています。とろける炙りチーズや辛味ネギがおすすめですね。コールは野菜、ニンニク、生姜、油、火の粉、マヨビームは汁なしのみです。他にもこのチャンネルではインスパイア系投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくださったら感謝感謝です。ニンニク以外全部で、スープ少々お待ちください。ではいただきます。自家製麺まさきさん、デフォメニューをラーメンと汁なしに絞って麺の種類を変えたりと、自家製麺と店名に歌っているように麺に特徴があって美味しいお店です。定期的に限定もあるのですが、この限定がとっても人気です。昨年僕の動画にあげましたが、僕の大好きな限定つけ麺をやると、これは心躍りましたね。他の予定と調整をして、まだつけ麺を食べたことがない嫁を連れて行ってきました。時間をずらして平日の昼の部の最後の方に行ったのですが、それでも列ができています。ちょっと久しぶりのまさきさんになったので大盛り ×2 にしました。すり鉢に盛られた麺が野菜で隠れて、スープがないけどいつもと同じ高さってことは、野菜はいつもより盛られている。今回も厳しい戦いになりそうです。他の店で1キロ食べられたとしても、まさきさんの麺はかなりヘビー級、単純に重量じゃない重さがあります。さらに野菜もスープを吸っている美味しい野菜でも、その分重さも出てきます。といっても楽しみのつけ麺です。豚骨の乳化したスープに魚介が効いたつけ汁ですが、昨年はかなりあっさりな魚介ですが、今年は結構効いてるなって印象です。油がスープに浮いていて甘みもあって、コクがとてもある感じです。僕の場合トッピングの全てが麺の上で、麺をトッピングの味で楽しんだりするのが好きなんですよね。だから火の粉も麺の上、これがまた美味しいんです。辛味ネギの味や炙りチーズの感じも良くて、麺だけでも美味しくいただけちゃいます。わしわし麺の小麦の風味がとても良く、マジ美味しいです。前より少しだけ太くなった麺、いいですよね。豚も美味しいんですが、まさきさんの豚はどんどん美味しくなっている気がします。つけ汁につけて食べても、麺だけで食べても、いろんな食べ方を楽しめるつけ麺、今年も美味しかった。
後にレモンを絞るのですが、僕は麺に絞りました。なんだか漬け汁の味変をしたくなくって、麺に絞って食べるとさっぱり感、レモン風味がさらに強調されるような感じです。このつけ麺の漬け汁、生卵を漬け汁に溶いても美味しいんだろうななんて思いながら、なんとか食べきりました。また来年つけ麺待ってます。美味しかったです。ごちそうさまでした。自家製麺まさきさんつけ麺でしたが、予想外の量に何気に苦戦しました。年末は28日が最終、年明けの周年が楽しみです。次の動画は間開けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。終了。